こんにちは。今日は年末にまとめ買いしておいた毛糸でネックウォーマーを編んでみようと思います。で、今回は試作なしで編んでいくんですけど、簡単でフィット感のある作品を作りたいなということで、今私の頭の中のイメージを先にお伝えしておくと、まずね、輪針で編もうと思っていてですね、こう編み始めがこういう形で、であまりこう難しい編み方にしなくても、こう肩に沿うような形にしたいので、変わりゴム編みでをまっすぐ降りてきて、で最後数段表目を編もうと思っています。ここが表目 でここが長く変わりゴム編みを編んで、で最後この部分は表目をするので、ちょっとね、形的にはこう広がると思うんですよね。こういう形になってくれると思うので、ここがこう肩に沿うような形 で本体部分は長く編むので、ここを折り返して、でここだけ見るとタートルネックのニットを着ているような感じに見えるようなイメージで、これを作っていきたいなと思います。で今回使用するのがケイトピエロさんのホイップスの色番9番、こんな感じの色と、これが新色で、色番が12番。ちょっとこれ白っぽいので色が伝わりづらいかもしれないんですけど、ほんのり水色ですね。このカラーをこんな感じで2本束ねて1本の糸のようにして、引き揃えで編んでみようかなと思います。輪針は40センチで、針の号数が15と、ハサミととじ針と、こういうね、メカズリング、これが1つと、段数マーカーがいくつかあると便利です。まず糸端から160センチぐらいのところから指でかける作り目を編みます。で指でかける作り目の方法はゆっくり以前紹介しているので、ゆっくり見たいという方はそちらを参考にしてください。今回は作り目を95目編みます。作り目が95目編めました。そしたら目がねじれていないか確認して、メカズリングを糸がつながっている方にかけて、ここから2段目を編みます。でさっき変わりゴム編みって言ったんですけど、今回は表目を3目、そして裏目を2目っていうのを順番に繰り返して、3232のリズムで編んでいきます。表目の数と裏目の数が違うので、特に2段目は間違えないように気をつけながら、まずは表目を3目。1。2。3。そして表目が3目編めたので、この糸玉につながっている糸を手前に持ってきて、今度は裏目を2目編みます。1回、そして次の目も裏目、これで裏目が2目編めました。そしたらこれを順番に繰り返します。表目を1、2、3目、そして裏目を1、2、こんな感じですね。これをね、ひたすら最後の目まで繰り返します。くるっと一周編んで、これで2段目が編めました。続けて3段目を編んでいきます。3段目以降も同じように表3、裏2を繰り返すんですけど、前段の編み方と同じ編み方を編むので結
構ね分かりやすくはなるんですけど、慣れた頃に間違えやすいっていうのもあるので、編み方が逆にならないように気をつけながら3段目も同じように編んでいきます。表目を3目、ひたすら3232のリズムで編んでいきます。3段目が編めました。今全体を見るとこんな形ですね。ということで4段目以降ももうぐるぐる3232のリズムで編んでいくだけなんですけど、今回結構この毛糸がボリュームがあるので、1玉ずつほぼ使い切りで編んでいきたいなと思うので、最後の数段の表目を編む分だけ、まあ大体なんですけど残した状態になるまでの変わりゴム編みをぐるぐる4段目以降も編んでいきます。今11段目を編んでいます。3、2のリズムで編んでいくとこういう感じの編み地になってくるので、このまま続けてどんどん高さを作っていきます。今60段目まで編んできました。で、10段ごとに段数マーカーをつけているので10、20、30、40、50、60段というところです。厚みもこんな感じでしっかりしてますね。そして残りの毛糸はこのくらいあるんですけど、ここから表目を数段編んでみます。今61段目ですね。最後の目まで編んでいきます。最後の目まで編めました。そしたらね、最後くるっとしたいので62段目以降も同じように続けて表目を編んでいきます。64段目まで編んできました。で、表目を4段編んだんですけど、この辺で伏せ止めをしていきます。まず最初は表目を2目編んで、最初に編んだ目を次に編んだ目にかぶせます。そしたら次からは表目を1目編んでかぶせる。また表目を1目編んで、そしてかぶせるというのを繰り返して最後の目まで伏せていきます。最後の目を伏せたら糸始末分の糸を残してカットして、そして最後に編み始めと編み終わりの糸を糸始末します。まずはこのくるっとなっている編み終わりの方から。こんな感じで段差を消すように糸をくぐらせたら、目立たないようにこんな感じで糸をくぐらせます。余分な糸をカットします。
して編み始めの方もこうやって折り返すので編み地の表側が後ろ側に来るということで、こっち側に糸始末をします。これでネックウォーマーができました。折り返してないときはこんな形で、あとサイズを測っておきますね。広がってないときのこの状態のサイズが、横が約20センチ、この自然に広がっている部分の長い横の長さが29センチぐらいですね。で、高さがこのくるっとした状態で測った時が、約27センチ。つけるとこんな感じで、最後に表目を編んだ部分が体の形に沿うようにフィットしてくれています。折り返した部分の外側はこう程よく広がっているんですけど、内側を見ると広がらずに首のラインに合わせてこうフィットしているので、ふわふわの毛糸が肌に触れてすごく気持ちいいです。で、結構軽い感じの毛糸なので、気温が低い日だったりとかすごく寒がりな方はこの上にさらにマフラーを巻いてあげると快適に過ごせるんじゃないかなと思います。あと目数を変えるときは5の倍数にするっていうだけなので、サイズの変更も簡単にできるので、よかったら編んでみてください。ということで、今回はネックウォーマーを編んでみたという動画でした。今日は以上です。ありがとうございました。